鉄十字章略称はドイツの勲章である。第一次世界大戦時に1914年版鉄十字章を受章したドイツ国防軍軍人が第二次世界大戦において1939年版鉄十字章を受章した際にこの略称が授与された。この略称を着用しているほとんどが第一次世界大戦でも活躍した高級軍人である。 左胸に一級鉄十字章略章を、第二ボタンのリボンに二級鉄十字章略章を、配用しているヨハネス・フリースナー不評大賞。第一次世界大戦時の活躍により、すでに鉄十字章を受章したものに1 9 3 9年章の代わりに贈られたのがこの略章である。二級鉄十字章略章の場合は、略樹の上に装着するか、 第2ボタンに通した二級鉄十字章のリボンに装着した。一級鉄十字章略章の場合は、左胸ポケットにあらかじめ廃用している1914年版一級鉄十字章の上に直接ピンで装着した。この場合、一級鉄十字章に直接略章を溶接して廃用するものもいた。AB、アイアンクロス。 w e h r m a c h t a a w a r d s com 2009年3月28日閲覧カンカークリッツルドルフカンカーウシツ473オーデンウントエレンズカン・アウスバーシデナムベシツニューミスメティスチャーバーラグリリーブド30 10 2015・ジューン二千十五 p 4四十ビザーホロンスプーンシ千九百三十九ツーム イセナンクロイツ1、クラス1914。エレンズタン、オーデン、リリーブド30102015、ミニチュアビダーホロンスプンジ L 16。ミラター・ブラザ、リリーブド30102015、ビダーホロンスプンジ1939ズニーセナン、クロイツ。ウォーニック、リリーブド30102015、ビダーホロンスプンジフュアダズイセナクロイツ2、クラス。 スプリーミラターリリーブド30102015アイアンクロスセカンドクラス w e h r m a c h t ダッシュ a w a r d s c o m コム2009年3月28日閲覧ありがとうございます